こんにちは。天場アカデミー堀秀夫です。先週のサポートメールでね、フィギュアの販売をストップしてくださいと言ったらね、何しろ今、今まで儲かる商品、ね、典型的なのはフィギュアですということで、えー、マンダラケとか、あるいはヤフォーク、それからソルガヤとかね、メルカリ、他ネットショップ、あるいは買い取りの専門店でね、フィギュアを買って売るというのが、 まあほぼ稼ぎの中心だったんでね、中にはそれだけでいい時100万以上、まあ月間儲けてる人がいらっしゃると。その商品をね、やめてくださいというわけなんでね、だいぶ反響は大きかったです。ただこれね、アメリカアマゾンでえ今フィギュアを売ってるのと、オーストラリアアマゾンが始まってからね、フィギュアじゃない、その辺にある商品を売って儲けるというのをね、 まあどっちが儲かるかというのを考えると、まあ、FBA がどういう条件で始まるかによりますけど、まあ、もし FBA の、えー、取り組みにね、法人が必要だとかいう形になった場合は、おそらくもう2、3年は全然めんどくさいものを仕入れなくても、日本にあるその辺のものを FBA に入れれば、まあ、今アメリカでアマゾンでフィギュア売ってるより儲かるという状態が続きます。まあ、そんな中ね、 今ここで、まあ、せっかく仕入れたからもったいないとかいうことでフィギュアをやって万一、まあ、アカウントが削除されてしまうとねその、えー、代わりのアカウントを用意するのが、まあ、結構面倒です、まあ、そんなわけでね、えーまあ、一応安全を見て、えー、フィギュアはストップした方がいいというのを、ね、お話ししてますで特に危ないのは今までに、えー、もうこの商品は売れませんと 偽物だって疑惑がかかってサスペンドが解除できなかったとかね。あるいはこれは Amazon の規約違反ですということでね。2つ以上のカタログで、えーま、取り消し、販売できなくなっている方。そのアカウントで次、えー、何か偽物疑惑とかね、規約違反ですという形になると、まずサスペンドがかかって解除できないです。解除できない理由はね、今もう卸とかメーカーの書類を提出しないと解除できないんで、 まあ、ほとんどの方が、えー、卸し入れ、メーカー仕入れではなく、えー、小売店から買ってる。あるいはヤフオクで落としてるという形なんで、まあ、アマゾンが要求する書類は出せないと。で、初期の頃ね、えー、日本チームがまだサポートに参加してなかった頃は、えー、正直、適当に作って、えー、書類を提出してしまえばね、してしまえばね、えー、まあ、裏付けを取れないんで、それで済んじゃったというケースもあると思います。 ただ現在、ね、日本チームが入ってきてるんで、まあ、えこんなメーカーあったっけとかねえ、この卸なんか怪しいねとか、この書類おかしいねとなったら確認できちゃいますので、これ確認されてアウトだと、書類を出さずサスペンドされたよりも、おそらく、えー、きついペナルティというかマークがついてしまうと。 まあ、マークというのはね、次のアカウントを作るときに、まあ、どのぐらいの情報まで見るかというのをね、おそらくサスペンド理由、あるいは削除理由によって、Amazon、えー、はセキュリティレベルを変えてるはずです。まあ、そうしないとね、まあ、本当に無関係なのも全部、ね、引っかかってくる可能性がありますし、えーまあ、逆にね、えー、ひどい、まあ、ひどいというかね、Amazon には確実にこれは問題だねというね、出品者については、まあ 気の毒だけど疑わしい出品者も全部止めちゃうというようなね姿勢で取り組んでいるためですまあ、そんなわけで amazon でね、えー、フィギュアを売るのは、えー、まあ今,今現在儲かってるんでね、えー、もったいない気持ちもあると思うんですけど、まあ、はっきり言ってあンマオーストラリアが始まればね、えー、もっと儲かりますんでまあその辺はね、えー まあ、臨機応変というわけじゃなくて、割り切って、今の在庫はもう、ヤフオクかメリカリでえ売ってしまうと、ね。で、eBay でも高く売れるのにと。まあ、eBay なら高く売れるんだけど、eBay まだ始めてないんでね、今,今からじゃ売れないんですとか、えー、売れるアカウントになるまで時間かかりますんで、そういう場合はね、えー、私のオーストラリアアアカウントでも販売しますんで、ご相談ください。まあ、商品相談、それから今結構在庫があるんですという方はね、また個別にご相談ください。 でいよいよオーストラリアアマゾン始まりますんでね、まあ、それに合わせて、まあ、サポート方針が結構変わってるところもあります。まあ、サポート方針というかね、アマゾンで無事、オーストラリアアマゾンで無事売るためにやってる方針なんですけど、まあ、えー、せっかくの、ね、まあ、おそらく今まで私が経験した中で、これに匹敵するっていうのは、もうヤフオクが始まったときぐらいですね。 えそれぐらいのまあビッグチャンスなんでそこはえもったいないことをして逃さないようにえしっかりとねオーストラリアマゾン参加して稼いでいただきたいと思いますのでえ残念ですがフィギュアの販売はストップしてください。でねえそのどのぐらいならできるかまあ人によってね逆に今本業ですごい稼いでてフィギュアをストップできないと 逆に、もしアカウントがなくなったら別のアカウントを用意する方がね、えー、全然得られる利益に関して、比べてみたら得ですというケースもありますんでね、そんな場合はご相談ください。以上、天板アカデミー堀秀夫でした。